フォーク曲げ前回やったの覚えてますか、はい、この柄の部分がちょっとずつ曲がっていくっていうやつなんですけど、うんうんうん、これもうちょっと曲がってるの分かります？曲がってきてる。触ってないんですけど、手をかざすだけで、おお、だんだんすげえ曲がりました。でこれはまあ力でやろうと思えばですね、まあ、本気出して大人がねグーって力入れて戻せば、まあ、ちょっとずつこんな感じで無理っくりね、まあ、これマジックでも何でもないんですけど、うん、普通に元に戻すことはできます、はい、で柄の部分は今みたいに無理くりできるんですけれども、今回ですね一番難しいと言われているこのフォークの先端を曲げていきたいと思います。こんな感じ でここの部分は柄の部分と違ってちょっと触ってみてください。気をつけてください。めちゃくちゃ硬いんですよここね。だから力でやろうとするとすごい難しい場所です、うん、でどのように曲げていくか、この先端の部分にふっておまじないをかけてやるとこの瞬間、ぐちゃぐちゃになります。これめちゃくちゃ硬いで危ないです。でさらに割れます。すごっ。柄の部分もふってやるとね、なんで本当にね原型をとどめないぐらいもうぐちゃぐちゃになります。どうもヒロムです。今回はフォーク曲げマジックの続きになります。以前のフォーク曲げのマジックはこんな感じで柄の部分が徐々に曲がっていくっていう動画ですね。そちらありがたいことになんと400万再生を超えました。本当にありがとうございます。続きものになりますので、基本的には前回のマジックを視聴している前提で解説も進めていきますので、習得したい方は必ず一緒に見るようにしてください。その動画はですね概要欄にリンクを貼っておきます。またはですねこの辺に、文字があると思います。この辺の文字をポチッと押していただくとその動画に飛ぶことができますので、必ずセットで見るようにしてください。前回と今回のフォーク曲げを組み合わせて行えば間違いなくプロレベルのマジックになりますね。というのもプロマジシャンの方も現場でかなりやってますし、皆さんもテレビで見たこと絶対に1回はあると思います。何回でもいいので前回と今回の動画を見返してね練習してほしいなと思います。高評価押しといていただければ僕はすごい励みになりますし、皆さんもねそのリストから見返しやすくなりますので絶対に習得してほしいなと思います。はい。で用意するものはですね100均のフォークとかがいいと思います。100均のフォークとかですね大体あの3つセットとか2つセットで売ってますので、そちらを購入するようにしてください。で最近ですねいろんな100均に行ってフォーク買って試してみたんですけど、結構ね質が良くなってきてるのが硬いのが多いんですよね。特にセリアさんのフォークはですねめちゃくちゃ硬くて最初皆さんにとって難しいと思いますので、まあ、ダイソーさんとかのだと割と曲げやすいかなと思います。ただですねどんなに硬いフォークも何回も曲げたりしていけばですねどんどん柔らかくなっていきますので、まあ、ちょっとね最初硬いなと思っても諦めずに練習してほしいなと思います。はい。手順ですが、まず前回のフォーク曲げのラスト手前まで演じます。前回のマジックはですねこの柄の部分が、ちょっとずつ曲がっていくっていうマジックですね。ここの部分でめちゃくちゃ曲げたところですね。前回のマジックはこのままふっと息をかけて元に戻すっていうところなんですけれども、そこまで行わずに一旦ここで止めます。止めたらですねお客様にこんな感じで曲がってきましたが、実際はですね本気出して大人が曲げようと思ったら普通に戻ったり曲げたりすることができますって言いながら戻す素振りを見せるんですけれども、この時にですね普通に戻すのではなくてこんな感じで人差し指をこの曲がっている部分に当てて、で残りの指をこっちに添えます。で親指をこのフォークの先端の方に当てますが、一番下のこの先端の部分ですね、ここに親指を押し当てます。で押し当てながらこっちの手でカバーをしてグッとこの人差し指全体親指でこうやって力をかけると、フォークの柄の部分が戻りつつこの一番下のフォークの先端だけですねこんな感じで前に出ながら戻すことができます。こんな感じでね。はい。でこの動作を手でカバーしながら行います。でこの時無言でやるんじゃなくて実演みたいにですねこんな感じでグーって力を込めたらですね全然普通に柄の部分元に戻りますよっていうのをカバーしながら行います。でこの時点ではもう1本曲がっている状態ですね。でお客様に間違いなく戻ったことを見せたら、今回は力では難しい部分を曲げますと言ってこの先端の部分ですね、はい、こっちの手で柄の部分を掴んで離しながら振ります。で徐々に、振りを戻していくと1本だけ曲がっているのをお客様に見せます。でここでですねお客様に必ず触ってもらうようにしてください。で気をつけてくださいね、痛いですからねって言いながらこうやって触ってもらいます。でこの触ってもらう時にお客様に手を出す時にですね、この曲げるポジション、前回のフォーク曲げの曲げるポジションをちょっと上の方に持ってきてお客様に触って確認してもらいます。でこの状態で間違いなく硬いですよねって言いながら手をですね確認してもらった後、手を戻す動作の中で今度は今曲げた部分の一番反対側の端っこのフォークに先端を親指で当てます。で当てて
グッとこのまま押すとですね、この首の部分しっかり固定した状態で押せばこんな感じで奥に曲がっていきますので、この奥に曲げながらこんな感じでフォークを立てる動作を行います。はい、この時点でこんな感じでね、2本がこんな感じで開いている状態ですね。はい、そしたらこの立てた状態からこの横向きにするときにですね、今度は今曲げた先端の隣のこの3本目ですね、この先端を親指で触りつつ横にこんな感じで持ってきます。で、今手のカバーはこんな感じになっていますが、この隠した状態で3本目の部分をですね、しっかりこっちの手で A の部分を固定した状態で、この今曲げた隣の先端を親指で1本だけねグーってやるとこんな感じで曲がりますから。で、そのまま開くと4本ともね広がったように見えるっていうものです。あとはね、最初のマジック、前回のフォーク曲げと同じようにして、ここでさらにこの柄の部分が曲がっていくやつをやります。で、ここはねもっと本当にねがっつり曲げちゃっていいと思います。そうすると柄の部分も先端もバラバラになって原型をとどめていないぐらいグニャグニャになった状態でお客様に手渡して調べてもらうこともできます。では後ろから一連の流れをお見せします。まずは前のマジックで普通に曲げていきます。で、曲げていったらこの状態はですね、力ずくでやろうと思えば曲げたり戻したりできますと言って、この時に曲げるポジションに持っていきます。で、親指を一番下の先端に当ててグッと押しながら柄の部分もこうやって曲げて元に戻していきます。で、この時に先端も曲げていきます。で、ここはですね、力入れてるふりをして大丈夫です。で、これぐらいね、あ、フォークって硬いんだなっていう印象をつけるためですね。で、この状態で、はい、力ずくで柄の部分を戻しましたと言って、今度は先端を曲げますと言って振って曲がったことを見せます。そしたらですね、間違いなく硬いですねと言って触ってもらうときに、この曲げるポジションにさりげなく親指を当てます。そしたらしっかり首の位置を固定して触ってもらったら、手を戻すときに今度は一番下の先端の部分を親指で押しながらフォークを立てます。はい、この状態でよく見ていてくださいねと言って横向きに持っていきます。で、この横向きに持っていくときに今曲げた隣の先端に親指を引っ掛けておいてふっと息をかけます。で、このふっと息をかけるときにぐにゃっと曲げて息をかけます。で、そのまますかさずこんな感じで広げてぐにゃぐにゃに曲がったことを見せます。で、さらにここで柄の部分も曲げていけば原型とどめていないように曲げることもできます。なんでフォーク曲げやる人が多いのかっていうとですね、まあ理由は個人的に3つあると思ってます。まず1つ目は、まあもちろん不思議に見えることですね。で、2つ目、これが結構大きいんですけれども、失敗しにくいんですよね。結構ね、マジシャン失敗してるの僕何回も見てきたこともありますし、僕も失敗してきた人間なんですけれども、フォーク曲げを失敗している人は1回も見たことないですね、僕はね。不思議に見えるのに失敗しにくいっていうのは現場に出てるマジシャンにとっては非常にありがたいことですね。で、3つ目、これも結構皆さんにとっては大きいと思うんですけれども、そんなに難しくないっていうことですね。もちろん難しい曲げ方いっぱいあるんですけれども、前回と今回ぐらいの曲げ方はですね、全然そんなに習得するの難しくないと思います。とはいえもちろん練習は必要ですよ。最初はできないと思うんですけれども、慣れたらですね、もうほとんど失敗することはなくなると思います。それではね、これからもっとやばいマジックどんどん解説していきますので、チャンネル登録して次のマジックも楽しみに待っていてください。バイバイ。